どうもー、影やんです。おはようございます。今のが春キャベツの苗ですね。春キャベツの苗の場所がちょっと変わったんで、春キャベツの苗があります。でこれがチューリップ、春ですね。春にチューリップがありますということで、これはですね、いちごですね。いちごがこう育っていったら嬉しいなというところで、また場所が変わってです、多分光が当たるようなところに置いてるんやと思うんですけども、わけぎと、白菜ですね。これわけぎと白菜ということで、まあまあ、あんま何も変わってないですけど、以上となります。ありがとうございます。